米の中に何か糞らしきものがあるので調べてみたら、なんと虫が入ってますね。この虫はですね、米を食べるガの幼虫でしょうね。まだこんな虫がいるなんて珍しいなと思うんですけれど、ピントが合わないな。あったかな。はい、こんな虫なんですね。米を食べてますね、生意気に。人間お米を食べれるようになったのは昭和になってからぐらいじゃないかと思うんですけれど、このガの野郎は昔から米びつの中の米を食べてたなんて贅沢なもんですね。気がつかないとこのガマで、お米と一緒に炊いて食べてしまうことになる可能性がありますね。まあ、ガワガでタンパク質になると思えばいいのじゃないでしょうか、なんて言ってる場合じゃないですよね。それでね、何匹もいるみたいなんですね。周りのこの黒いこれらがですね、ガの出した排泄物ですね、うんちですね。はい、ガも急に明るいところへ、出されたのでちょっとなんか焦ってるみたいな感じですね。多分私このガをいくつかは食べてると思います。これはですね、私はお米を金ざるで洗い流すんですけど、ぬかですね、この大きさのガの幼虫だと、金ざるの網からは抜け落ちることはないので、多分食べてます。あ、それでタンパク質の補給で元気なのかな。そうじゃないだろう。困ったな。さあ、一匹ずつ取り出すんですけれど、これから探してですね。なるほど、なるほど。こういうガの幼虫ですよ。長さはそうですね、お米粒が5ミリあるかないかだから、でも10ミリは確実にありますね。まあ、こんなガの幼虫、何ガでしょうかね。後でちゃんと調べてみましょうね。しかしこのガの幼虫というのはいろんな種類、ガにもいろんな種類があってですね、腐った木を食べるものとか、紙を食べるものとか、いろいろあるんですよね。本当に、私、植物を栽培してますと、水苔の葉っぱだけを食べるガの幼虫もいるんですよ。小さいんで、成虫になるまでビニール袋の中で水苔と一緒に育ててみましたけれど、そうしたら小さい、そうだね、ジェット機型の茶褐色のガになりましたね。なので、これらの幼虫がガの幼虫であることは間違いないので、す。はい。歩いてます。動いてますね。動いてます、動いてます。もっとアップになるかな？ボケるかな？ボケちゃうかな？ボケちゃうね。ボケる？あった、ピンと張った、すごい。ほら、こんなんですよ。これがガの幼虫ですよ。皆さんも知らずのうちに食べてるかもですよ。いや、怖いな、あっちにもいたね、なんか。ほら、動いてる、動いてる。うわー、エイリアンだ。もう、うわー、いたいた、ここにもいた。エイリアンだ、エイリアン。エイリアン、エイリアン。なんて楽しそうに動画撮ってる場合じゃないわね。こんなの見せられたら見る人もびっくりしちゃうんじゃないでしょうか。ガの幼虫、ガの幼虫、何がでしょうかね。はい、もう少しでガになるところまで飼ってみようかな。どうせならビニール袋に入れて、それも面白いよね。じゃあ今度ガの幼虫を飼ってみようと思います。もっと近づくとどんな感じ。ボケるか、合うか、ピントが、ピントが合うか合わないか。ピント、え、あった。すごいな、遅いな、反応が。でもこのもうちょっと早く会ってほしいな。自分のうんちの匂い嗅いでますよ。今日はいいうんちだ。いや、昨日のはちょっと生でかなとか、そんな風に思ってるんでしょうかね。まさかこんな風にデジカメに撮られて、世界にインターネットで、紹介されるとは思ってないでしょうね、このガの運命家のガさん。そしてこれから処刑が待ってるとも思ってないでしょうね。こういったガのお米に発生の防止にはですね、鷹の爪、唐辛子ですね、の乾燥したものを入れておくと良いそうですよ。そうすると、こういったガの発生を、ガの幼虫の発生を抑えることができるらしいです。はい、ガ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 。
がでございます。がで5分喋るのって結構きついね。はい。がの幼虫で5分も喋っちゃいましたですね。あら、動いてます、動いてます。ががもっと近づけるかな。はい、ボケたよ。ボケ、ピント合うか。ピント合うか、ピント合うか。合わせろ、ピント。頑張れ。お、合ってきた、合ってきた、合ってきた、合った。合ってきたぞ、ピントが。すごい、すごい。すごい、すごい。アップだよ、ドアップ。ドアップ、アップに耐えられる鶴岡さんって感じですかね。小樽は寒かろう、東京も。こんなに縛れる星空だから。星空ということはですね、空が晴れ渡っててですね、放射冷却で、冷えるという意味ですね。だからそれをこんなに縛れる星空だからという歌詞に表しているわけですね。頭がいいですね、昔の人はですね。昔の人じゃなくて今の人も頭のいい人はいっぱいいますけどね。はい、ピントがずれてます。合ってませんね。はい、来い。ピントがえ。ピントがえ。合わんな。さあ、もう遊ぶのもこの辺かな。ボケてます、ボケてます、ボケてます、ボケてます。引きます、引きます、引きます。ピントが合いません。あった。どこ行っちゃったかな、幼虫ども。あ、ここにいた。ここにいたけど、どうしようか、憎きこやつら、どうしてくれる、泣くまで待とうか、ほどどいす、泣かるなら、殺してしまえ、焼き鳥だ、なんてことにも、なるのかな。昔恋し銀座の柳、こんな米くむしもある。ラッシュアワーで拾ったバラを、せめてあの子のなんとかに。はい、太陽に光を浴びて激しく動き回っております。ガの幼虫です。このガの幼虫を撮影したまんま10分耐えられるでしょうか。私はもへじさん頑張れ。ガの幼虫の記録だ。米食うガの幼虫、タデ食う虫も好き好き、米食う虫も好き好き、人間も好き好き。え、いいの、人間と虫一緒で、まあ、同じようなもんだね。これが宇治だったら気持ち悪いけど、ガの幼虫だと分かってるから、まあこうやって撮影もできてるんですね。宇治は弱いですね、私は。はい。そしてですね、ガの幼虫とか、はですね、多くの場合は毛が生えてないものも多いので、こういった場合は芋虫みたいな感じにも呼ばれることがあるみたいですよ。芋虫というとカナブンの幼虫とかそういうものの方が多いですけどね。音の刺す場合が多いですけど、これも生えてないのでガの幼虫とはいえ芋虫みたいなもんでしょうかね。ピントが合ってないですね、なかなか。ああ、いましたね、ピントが。何か匂いでも嗅いでいらっしゃるんでしょうかね。どこか逃げるとこ探してるんでしょうかね。虫に対してらっしゃるはないわね。そんな敬語使ってどうするんじゃ。あ、ここにもいましたね。ここにもいたよ、ガの幼虫が、ガの幼虫が。あ、こんな壁を這い上がって逃げようとしてますぜ。親分、大変だ大変だ。どうした、ハチ。いやですね、米の中に虫が嫌がるんですよ。って、お前、それは米の管理が悪かったんじゃないのかい。いや、足が知らないうちに虫が入り込んでたんですよ。で、どこにそのガの幼虫がいる、どこにガがいるんだい、大体。こんな幼虫がいるなんてことは。ガがどこでも、多分これらの、あの、ガの、ガの幼虫じゃないや。卵を見つけた親は小さなガだと思います。そしてですね、せっかくこうやって動画を撮ってるんですから、この動画は、あの、この幼虫を逃がさないように、なんかの容器に入れて、お米と一緒に容器に入れて、飼育をしてみようと思います。飼育をしてみたら、幼虫がガに変わるところ、変わってるのが見られるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。
そうするとまた動画の撮影のネタにもなるかもしれませんしね。はい、画の用地ですよ。はい、アップですよ、アップ。はい、アップに耐えられるでしょうか。美人さんでしょうか、この画の幼虫は。毛が少し体に生えてますね、これ。なんだかんだと言ってもですね。まあ、お米の中で動き回るための、触覚とは言いませんね。触毛っていうやつですかね。触り心地で、自分の己の居場所が分かるというやつでしょうかね。だから、触ると毛と書いて触毛。そんな言葉あるのかどうか知りませんけど。そんなもんかもしれませんよ。すごいでしょ。10分喋っちゃったよ、この中で。動くって、ひょっとして天才？バカの天才？紙一重？はい。そうかもしれんね。もっとアップにできるかな？もう限界かな？限界ですね。はい。じゃあ、そろそろ終わりしますよ。はい。名残惜しいですか？蛾の幼虫ですよ。好きな人いるんでしょうね。いるんだったら連絡くだされば差し上げますよ。はい。じゃあ、終わりにします。蛾の幼虫さん、バイバイ。画像が止まらない。どうするんだ。